病気の果て江戸川乱歩前回の続きからですちみどろの生首をもてあそぶ男のことほとんど1時間近くも走って男の自動車は郊外池袋の 駅から10丁もある寂しい広場で止まった。車を降りたのは確かにキャツだ。愛之助はとうとう成功したのだ。彼は自分も車を捨てて闇を這うようにして男の後を慕った。広っぱの一隅にこんもりしたたちに囲まれてぽっつりと黒い一軒家が見える。 洋館らしい2階建てで石の門がついている男はその門を入って玄関のドアを鍵で開いてすっと屋内に姿を消したその様子で見ると家の中には誰も留守番がいないらしい幽霊男はこの化け物屋敷にたった一人住んでいるのだろうか しばらく待ってもどの窓にもともし火の影さえささずひっそりとして屋内に人の気配もせぬキャツ明かりもともさずあのままベッドへ潜り込んでしまったのであろうか愛之助は思い切って石の門を入り家の横手に回ってどこかのぞける箇所はないかと探してみた窓はあるけれどどどれも内部が真っ暗で 顔をくっつけても何も何見えぬ。尋ねあぐんでふと後ろを振り向くと庭の立ち木の一部が異様にほの明るくぼーっと浮き出しているのに気づいたどこからか非常に薄い光が差しているのだわかったわかった2階にいるんだなと気がついて少し建物を離れて見上げると 案の定二階のガラス窓の一つがぼんやり赤く見える。だが何という暗い光だ。伝統ではない。おそらくろうそくの光であろう。伝統もないところを見るとやっぱり空き家かしら。では幽霊男が入り口の合鍵を持っていたのはなぜだろう。彼は空き家の中で。 古風なろうそくなどともして一体何をしようというのだろうしかし考えてみると幽霊男には至極ふさわしい隠れ家だキャツこんな化け物屋敷に人目を忍んでこっそり思いもかけぬ場所へ現れてはさまざまな悪事を行っているのだいよいよ品川四郎の推察が的中してきたこの怪物 この化け物屋敷の中で品川四郎という分身を種にどんな旋律すべき陰謀を企んでいるか分かったものではない夜の闇と異様な静かさと古めかしい洋館とろうそくの光とがふと彼に妙なことを連想させたジキル博士とハイド氏品川四郎という男は 数族科学雑誌などと真面目一方の仕事に携わって金直そうにしているが彼の心にもう一人の悪魔が住んでいて時々ハイドシになるのではないのかしら品川はどう考えてもそんな恐ろしい男には見えぬけれどそれが返っていけないのだジキル博士は一転火の打ちどころのない高得なる学級ではなかったか しかも一度彼のいつなるハイド氏が姿を現すと何の関係もない往来の幼児を突き飛ばしその頭を踏みにじってハエかありでも潰すように殺してしまう凶悪無比の怪物と貸し去ったではないか愛之助は暗闇の中で思わず身震いした「バカな貴様はどうかしているぞ臆病者め」 そんななことは小説家の病的な空想世界にしかないことだ。第一この幽霊男と品川四郎と同一人だなんて科学的にありえないことではないか同一人がどうして新聞の写真版に二つの顔を並べることができるかまた一方では帝国ホテルで食事しながらその同じ日同じ男が京都の四条通りを歩くなんて 新編不思議の芸当が人間にできるものではない。飛行機。ああ、飛行機というものがある。しかしたとえ旅客飛機行機を利用したとしても帝国ホテルから立川まで大阪築地空港から京都四条通りまでの道のりを考えるととても同じ日中同一人物が京都に現れる可能性はない。まして愛之助と品川とが。 ホテルで会食したのはちょうど昼過ぎだったのだから一層この芸当は不可能なわけだいやいやそんなことをくどくど考えるまでもない愛之助は現に例の麹町の赤い部屋で品川四郎とこのもう一人の幽霊男とが三尺とへたたぬ近さで世にも不思議な対面をしたのをちゃんと目撃さえしているではないか 愛助が闇の庭に佇んで2階に耳を澄ましながら頭ではせわしくそんなことを考えていた時突然びっくりするような物音が起こったちょっとの間物の音か人の声か判断ができなかっただが第二の短い悲鳴でそれが女の声であることが確かめられた例のろうそくの光の漏れている2階からだ 何かしら非常に残酷なことが行われた感じであるしかも声はそれっきりでまた元の深い不気味な静寂に返ったいつまで待っても人声はもちろん語りとも音さえせぬ愛之助はもうじっとしていられなかった彼は柄にもない冒険を思い立った 玄関から入ったのでは相手に悟られどんなひどい目に遭うかもしれぬそれよりもガラス窓を幸い、まず外部から部屋の様子を見届けてやろうと決心したのだちょうどその窓の外に2軒ばかり隔てて大きな松の木が立っている彼はいきなり伝統甲夫のようにその幹へ這い上がった 全身汗びっしょりになってやっと窓と同じ高さの枝に達することができたそこの太い枝に腰掛け両手で幹につかまり体の安定を保ちながら彼は2階の窓を覗いたガラス戸は締め切ってあったがガラス一面に埃がたまって半透明になっているのとろうそくの光が何かの影になっていたので しばらくは何が何だかわからなんだがよく見定めるとワイシャツとパンツだけの男がこちらに背中を見せて何かやっていることが分かったろうそくはその男の体で隠されているのだそれが幽霊男に違いないことは品川四郎そっくりの体の格好で明らかだ部屋はやっぱり空き家同然で 何の飾りつけも家具もなくただ男の向こう側にテーブルのような台の一隅が見えているばかりだ男は時々身動きをするそれが上身をかがめ首を垂れて何かを拝むような格好に見える一体何をしているのかしら男の影になって見えぬテーブルの上にその対象が載せてあるに違いないのだがこの深夜 空き家みたいな部屋で何かを礼拝しているというのも変な話だそれにさっきの女の悲鳴は一体何を意味するのか見たところ部屋には幽霊男一人だけで女なぞいそうにない目が慣れてゆくに従ってだんだん微細な点が分かってきた まず男がワイシャツを肘の上までまくり上げていることに気がついた何かひどい力仕事でもした格好だ次にそのワイシャツの袖口に点々として赤いシみのついていることが分かった血だよく見るとむき出しの腕には革のように恐ろしい血の跡が凝固している 愛之助は礼拝している物体を想像したもしやさっきの悲鳴の主の死体がそこに横たわっているのではないだろうかだがどうも死体のような大きさのものではない愛之助の好奇心は極点に達したああ,あれは拝んでるんじゃない接吻しているんだ男の仕草が とそんな感じを与えた。だが一体全体何に接吻しているのだ死体にか辛抱強く見ているとついに男が体を動かした今まで隠れていたショーテーブルとその上の物体があらわになった同時に松の木がガサガサと音を立てて激しく揺れた愛之助が驚きのあまり 危うく枝を滑り落ちようとしたからだだが彼はとっさに気を取り直して体の位置を安全にしてその物体を熟死したそこには人間のまだ若い女の首だけがテーブルにのせてあったのだしかも今胴体から切り離したばかりのように生々しく血のりにまみれて 愛之助がそれを一目見た時あんなにも驚いたのは一切なもしやその首が妻の義えのではないかと思ったからだがすぐそうではないことが分かった見も知らぬどこかの娘さんだ幽霊男は見慣れぬ方の金属製の食台を手にしてそれを差しつけ差しつけつくづくと女の首に見入っていた 首は目を半眼にして眉を寄せ口を開き歯と歯の間に舌の先がのぞいているわいせつに近い苦悶の表情であるろうそくの光が赤ちゃけた光を投げ異様なクマを作っている血は白い歯を染めて唇から顎へとほとばしり テーブルに接する切り口のところは魚の腹綿みたいにドロドロしてその間から神経であろうか不気味に白い紐のようなものがとろりとはみ出しているそんな微細なことがはっきりわかるはずはないのだが愛之助はありありとそれを見たように思って やががてととするようなことが起こ起った。幽霊男が空いている方の手で変なことを始めたのだ彼は最初指先ではみ出している女の舌をちょいちょいと口の中へ押し戻すような仕草を繰り返していたが舌が歯の間に隠れてしまうと今度は歯と歯の中へ指を入れてそれをこじ開けて 一本の指が二本になり、三本になり、ついには手首から先を死人の口の中へ押し込んでしまったのだ。すると口の中に溜まっていた血潮が泡を吹いて彼の手首を伝わって、いじみのように毒々しく美しく溢れ出してくるのが見えた。 次々とここには印しえぬほど残虐で淫猥なしわさが続けられたそして幽霊男の生首遊戯はいつ発別しとも見えぬのだ幽霊男がかつて赤い部屋でまたシ江に対して魔ぞっほであったと言ってそれだから彼が里でないとは言えぬ 両者を兼ねる者、古今東西にその霊が乏しくはないのだ。思うにこの幽霊男は、軽微で上品な、変な言い方だが、マゾヒズムと凶暴なサディズム等を顕微し、その上に、戦慄すべきラストマーダラーであったに違いないのだ。ふと気がつくと、松の木の根元に、 変な咳払いのような音がしていたそして愛之助を仰天させたことにはその音がごく一刻高く大きくなってくるとともに犬の鳴き声であることが分かった悪魔は用心深く番犬を飼っていたのだどこかへ行っていたその番犬が帰ってきて 不思議なのの人を嗅ぎつけたのだ。見ると幽霊男はその声に気づいた様子でこちらを振り向き恐怖の表情を真正面に見せて窓の方へ歩いてくる「もうダメだ!だ」と思ったけれどともかくも逃げられるだけは逃げてみようと愛之助はいきなり地上をめがけて飛び降りた。 飛び降りると弾力のある温かい肉塊が非常な勢いでぶつかってきた存外大きなやつだ愛之助はしばらくその動物を持て余していたがとうとう致命的な一撃を食わして一目散に表門へと走っただがその時はもう遅かった門へ来てみるとワイシャツの腕まくりをした例の男が先回りして ちちゃんと待ち構えていた。手には小型の重機が光っている逃げると怪我をしますよ幽霊男は落ち着き払って声をかけた少し君に話したいこともありますから一度家へ入ってくれませんか 之助は相手の命ずるままに動くほか致し方がなかった男は愛の助の背筋へピステルをあたがって後から押すようにして玄関を上り下の奥まった一室へと連れていった家具のない埃だらけのだだっ広い部屋だった僕をどうしようというのです 部屋に入ると愛之助はやっと口を聞いた「どうもしない僕が行方をくらます間ここにじっとしていてほしいのですそれには手足の自由がきいては危険だから君の体を縛っておくつもりです」「品川四郎と寸分たがわぬ男が声まで品川の声で宣告を下した」「哀れな青木愛之助は」 間もなく手足を縛られて埃だらけの糸の間に転がっていたその頭のところに勝ち誇った幽霊男が立ちはだかっている君の名は聞かないでも知っています青木くんでしょう僕は君の友達の品川くんも知っているしそればかりじゃない君の細君のよしえさんまで知っていますよははは、<laughs> 僕の仲いい やっぱり品川四郎さんはは。<laughs> 僕の体のどっかに品川四郎でないところがありますかね男の手や挨拶の袖にはまだどすぐろ位がついていた愛之助は何とも形容できぬ気持ちだった彼をこんなひどい目に遭わせてあざ笑っているのは親友の品川四郎と寸分たがわぬ男だ しかも同時に彼にとっては憎んでも憎み足りない妻を盗んだく者でありまた残虐類なきラストマーダラーなのだ君本当のことを言ってくれたまえ。君は全く品川君じゃないのかい愛之助はそれを尋ねないではいられなかったさあどうですかねもし僕が品川だったら どううしようとおっしゃるのです。くせ者はふてぶてしく答えた「もしや品川くんだったら僕は頼む僕は決してさっき見たことも絶対に他言しないただ君と僕の妻との関係だけは本当のことを打ち明けてくれたまえね品川くん頼みだ」はははとうとう品川くんにしてしまいましたねだがお気の毒だが。 僕は品川じゃありませんよ。奥さんのことですかさあ、それはご想像に任せましょう。君、知ってるんでしょう愛之助は思わず歯を食いしばってうめいた。じゃあ、そうしておとなしくしているんですよ。さよなら。幽霊男は言い捨てて部屋を飛び出すと、パタンとドアを閉めてから、 外からカチカチと錠前を下ろしてしまった愛之助は板の間に転がったままあまりの出来事に考えをまとめる力も失ってしばらくは呆然としていた幽霊男がこんなひどい人殺したとは想像もしなかった第一に九段坂のすり次は赤い部屋の奇怪な遊戯鶴舞公園の不倫なささやき 悪人には違いないと思ったけれどまさかこれほどの極悪人とは思わなんだ品川四郎がかつてどんな大陰謀を企んでいるかもしれぬと恐れおののいたのは考えてみると決して奇憂ではなかった愛之助於が妻を尾行して海賊に至ること 愛之助は海賊の一室で夜を明かしたそして結局警察官に救い出されるまでの戦いきさつは詳しく書いても一向面白くないことだからごく簡単に片づけるとドアに鍵をかけて悪魔が立ち去った後には暗闇と静寂の長い長い時があったばかりだ愛之助はそこの板張りの床にへたばって 激しい恐怖に震えあらゆる妄想に苛まれたその中で最も際立っていたのは天井からポトポトと何かの滴り落ちる幻聴であったそれが長い長い一晩中耐えては続いたつまり彼はその部屋の真上の2階にさっきの生首の女の切り離された胴体が。 みだらにちみどろに横たわっている光景を幻想したからであるひとの苦問の間にさして厳重ではなかった戒めはいつしか解けてしまったけれどたとえ手足だけは自由を得たところで桁物の檻のように鍵のかかったドアと鉄格子の窓に阻まれ逃れ出すことは思いもよらなかった一睡もしなかった彼は夜が明けると 外の広っ端に人通りがないかとそればかりを待った往来ではないのでなかなか人通りはなかったがやっとして156の少年が窓の向こうの生け垣の外をハーモニカを吹き鳴らしながら通りかかった愛之助は悪魔がまだ同じ家にいると信じていたので声をかけることをはばかり手帳を破って手紙を書き 金貨を包んでおもりにして窓から少年の足元へ投げた幸い彼の意思が通じて少年はすぐさま付近の交番へ駆けつけてくれたそして間もなく警官がやってきたのだが実に奇妙なことには愛之助の申し立てによって警官が調べてみるとその家は全くの空き家でどの部屋にも人の住んでいた形跡はなく 主人公の幽霊男も、例の血みどろの生首も、女の胴体も、影も形もなく、どこの床板にも一滴の血の跡さえ発見されなかった。